を狙ったところに撃つには狙いを正確に定める必要があり、そのための準備がアドレスです。この動画ではボールを狙ったところに撃つために重要なターゲットの確認方法について解説します。ボールとターゲットを結んだ後方線上に立ち、ボールが飛ぶ方向をイメージすることはそれほど難しくありませんが、多くのアマチュアゴルファーはボールの位置と実際に自分の立つ位置が違うことをあまり意識していません。それを意識していないとボールの正面に立ってからターゲットを直接見てしまい、上半身が右側にねじれる問題が発生します。ご覧のようにボールの位置と自分が立っている位置は数十センチ離れていますので、ボールの正面に立ってから見るべき方向はターゲットの数十センチ左です。この距離はクラブの長さによっても変わりますので、クラブの長さの違いに注意して自分が立つ位置をイメージしなければなりません。ボールの後ろからターゲットを確認するときは、ボールとターゲットを結んだ飛球方向をイメージすると同時に、その左隣に自分の体と目線を意識したもう一本の平行線をイメージする必要があります。ゴルフ場では平らな場所でショットが打てる場面はほとんどありませんが、この平行線をイメージすることがあらゆる条件で正確なショットを打つための基本となります。